今回はですね、このように文字がどんどん出てくるやつですね。まあ、ワイプされていくような動画の作り方、アニメーションの作り方を紹介します。今までにまあワイプで紹介する方法を言ってきたんですけれども、例えばワイプの場合だと、まあ、このように直線的な文字の出し方ですね。を紹介してきました。で、ただし、今回は、先ほどお見せした通り、まあ、ランダムに、まあ、このように煙的なものですね。徐々に浮かび上がっていく。テロップアニメーションの作り方を紹介していきます。作り方は、非常に簡単です。まず、同じように、まずテキストを作っていきます。まあ、通常のカスタムのテキストを入れます。こういう感じですね。で、まあ、好きな文字を入れていきます。まあ、今回の場合は Final Cut Pro X。で、まあ、ちょっとわかりやすく大きめに作っておきます。でですね、次に、文字を出現するためにも、上のレイヤーに、このジェネレーターのところからカスタムのジェネレーターを上に配置します。ただ配置すると、まあ、黒いジェネレーターが配置されたので何も見えません。で、これを、先ほどの原理としては、ビデオインスペクターから変形、調整から、徐々に、こうやってずらしてるだけなんですね。ただこれだと、先ほどのワイプと何も変わりませんので、これにちょっと味付けをしていきます。一旦、パラメータを全部ゼロにして、今回使用するのは、エフェクトの、このマスク。で、マスクを描画ってやつですね。これを使います。で、こちらを、上のジェネレーターに入れます。すると、このプレビュー画面でこのようなペンツールみたいになるんですね。で、こちらを、で、プレビュー上で、このように、いろいろと、ランダムに、まあ、ジグザグにちょっとやっていきます。で、必ず最後は囲むようにしてください。すると、囲んでいるところは、この黒のジェネレーターは生きています。で、囲んでいない部分に関しては透明になりました。で、こちらを使うんですけれども、今のままだと同じようにジェネレーターでやっていっても、簡単にアニメーション作りますが、再生すると、まあ、このように、いびつな、もう角張ってる感じですね。のアニメーションになってしまいます。で、こちらをですね、このポイントの部分で右クリックすると、スムーズっていうものが選べます。そうすると、直線上の動きが、このように曲線を描けることができるんですね。で、同じように他のところもスムーズを選んで、このハンドルをくねくね曲線にしていきます。まあ、ここがちょっともう適当で、雰囲気で構いません。まあ、極端なちょっと出っ張りだけは作らないようにしています。まあ、この横の部分さえできればっていう感じです。まあ、このような感じですね。で、こちらを、アニメーションしていくんですけれども、まあ、ちょっとちっちゃいので最初から調整で拡大で大きくします。ちょっと斜め向けたりですね。で、調整していきます。そして、ポイント。ここですね。あ、で、まだここが見えているので、もうちょっと拡大します。そして、回転もします。
これで最初の部分がすべて覆われました。まあ、この辺はちょっと使わなかったんですけれども、そして、1のところの開始点、まあ、0秒のところに、キーフレームを入れます。そして、ラストのところの1フレ前に移動して、位置をどんどんずらしていきます。こういうふうに出現するようなアニメーションですね。で、このモニター外に飛び出します。再生すると、このようになっています。まだ、このあたりがですね、なんて言いますか、くっきりしている、境界線がくっきりしているので、なんか気持ち悪いですね。で、こちらを、まあ、うまいこと、先ほどの煙みたいに、まあ、こんな感じですね。煙っぽくするには、ブラーを使います。エフェクトから、ブラー、で、ガウスを適用します。もう入れるだけでこのようになっています。一度再生します。このような感じですね。先ほどの場合では、このようになっていたのが、ブラーをかけると、このように、まあ、グラデーションができているような感じですね。になります。まあ、このガウスの量を上げ下げすることによって調整できます。再生します。すると、このように、まあ、グラデーションで浮かび上がるテキストアニメーションができました。開始点が最初にグラデーションが強すぎているので、もう少しこちらの位置を左に持っていきます。あ、そうするとまだ右が出てくるので、もう一ちょい大きくですね。画像を大きく。して調整します。もう一度再生します。こんな感じですね。はい、徐々にグラデーションで浮かび上がるテキストアニメーションができました。そしてより、強調するテロップにするためには、このテロップにもちょっとズーミングをかけていきます。開始点のところでキーフレームを打っていきます。そして同じように終わりのところから1フレーム前で少し拡大していきます。ここで 110% にしました。再生するとこのように徐々に浮かび上がりながらズームされていく。まあ、印象付けるテロップになりますね。このようにやっていくと注目させたい文字とか、まあ、映画のような予告のような、テロップの出し方ができます。ぜひ皆さん活用してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。